サンドみかん。あ、変わるんですか、この。館長のおごりです。おごりです。今、伊佐良のインターは終点になってる。伊佐良まで来てる。前来てたの何月だったの？夏だった。夏か、一昨年夏、大汗かいた。もう高い橋になんか記憶がありそうな。感じさせない映像っていうのは素晴らしかったです。ね、素晴らしかった。ああいうのを見るためだけ来たんだよ。どういう技術、CG 技術すげえなと思った。何個見て、あれ撮ったの？何よ。あ、これなんだ。あ、そういうところ。
小川家。美味しかった。あ、危ないよ。ビューティーカメラ。ここが房総半島になる。すごく美しい。
まあ、心眼上上司それが一番カラフリ昔はちゃんとできたんだよ感覚がまだごめんこんなに難しかったっけあ、ごめん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 なさい やる気満々じゃん。すごい楽しんだけど。何年ぶりやってんの？40年ぶり。45年じゃあ5回6回つなげよう6回、はい、無理かな6回結構簡単じゃないあーごめん今3回だよくっつくっつ終わりにしましょうかくっつくっつウケるちゃんと見せどころがくっつあ、うまい。お家に帰るまでがカズミのライブです。です。カズミの遠足です。遠足です。
すごい、こんなにたくさん乗せちゃうんだよ、うん、はい、扉閉まります、ご注意ください、扉から離れてください。ご乗車ありがとうございます。下り大山ケーブル駅行きです。発車いたします。お捕まりください。本日は大山ケーブルカーをご利用いただきまして誠にありがとうございます。次は大山寺でございます。ここには天平商法指定西暦755年奈良東大寺の東京東殿東京格好だけでいいんじゃないの、格好だけで乗ってるぞ、乗ってるぞ、もうちょっと足開かない、そばでございます。あ、おそばなの。はい、おそばをね、あの味付けしただしとゼラチンで固めてあります。なるほど。で、あのピンク色のあのお塩、桜塩でございます。そちらをねつけていただくと、よりあの桜の香りが感じられて美味しく召し上がれますので。素敵。そんなそばみんな。そりゃそうさ。並んで。あれ不思議ですな。皆さんの行いで自分が撮影しただけなのにも入ってきたよ。そうだ。今、こちらね、はい、そんなに見てほしい。はい、お待たせしました。日本酒の方。日本酒。あ、日本酒は。はい、どなたですか。はい。
カニを巻いたものですね。で、そら豆の白和え、カブトの形に使わせてあります。そちらはね、クリームチーズとピーで、貝のお皿、こちらがね、山吹豆腐で、真ん中のは味噌漬け豆腐で、ピンクと、こちらがミニトマトのコンポートです。ミニトマトなんだ。わーい、いただきます。はい、お待たせ。ピスタチオ、食べるのもったいないね。お酒いるね。おスープって美味しい。うん、美味しい。セリの葉っぱに似て、これもちょっとね、セリに近いんですけど、うんうん、ちょっとこれとはまた違って、いろんなお花が野草で咲いてるので、ちょっと食べる、食べる、これから、うん、あ、うん、あ、写真撮られて食べてる、撮ったから大丈夫、うん、いつでもそこに